こんにちは。チリに来てもう1ヶ月経って、もう明日、実は明日、出発で帰国なんですけど、はい。チリね、めちゃくちゃ良かったです。大会はちょっとあんま良くなかったんですけど、まあ、日本のと合わせて今合計世界ランキング9位ってことで、まあ残り夏もだいぶ5戦ぐらいあるんで、かなり、トップ目指してまた頑張っていきます。で、まあ帰国してから次の大会まで結構1ヶ月ぐらいあるんで、まあ日本帰ってウィンドだったり、まあフォイルとかサーフィンとか他のやつもできて動画とか上げれたらなって思うので、またチェックお願いします。